よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、俺様はね、今日はね、JR 豊岡駅前に来てます。兵庫県豊岡市ですね。はい、今日はね、とってもいい天気で太陽がボーボー燃えてることがよく実感できます。はい、俺様ね、この周りを散策しようと思います。はい、ここはね、駅前の商店街みたいなところですね。ホテル大丸っていうのがありますね。はい、で、あそこはね、なんかバス停で、あっちが濃厚な地場屋色のね、郵便ポストですね。展示ブロックはおしっこ色です。はい、ここはね、魚民がありますね。まだ昼間なんでやってないですね。はい、魚民の文字はウィスパー色もしくはコマサイ色です。で、そこの禁煙、火器厳禁の部分がジバニャン色です。だからここでジバニャンの腹巻きをボーボーできないですね。ジバニャンの腹巻きはね、別の場所でボーボーしましょう。これはね、庶民の味方スーパーの佐藤っていうスーパーですね。佐藤のマークがジバニャン色です。佐藤のご飯ではないですね。はい、そう。砂糖っていうとね、甘いですよね。塩っていうとしょっぱいですよね。床屋っていうと昔から酸っぱいと言われてますよね。はい。で、床屋はね、ジバニャン色と合うとウィスパー色もしくはコマサイ色のコラボレーションですけれども、砂糖と塩はどっちもウィスパー色もしくはコマサイ色ですね。はい。はい、こっちがね、駐輪場になってますね。これ、ひな祭りがね、予定されてたらしいですけどね。まあ今、このご時世なんで中止になってますね。そう、大きく中止って書いてあります。中止の文字は地盤屋色です。で、この駐輪スペースではありませんの看板は薄いおしっこ色で、ここは駐輪スペースではありませんの文字と矢印が地盤屋色ですね。はい、ここはね、駅前のロータリーですね。はい、なんかパトカーが2台止まってます。お前らもね、悪いことして逮捕されてパトカーに連れて行かれないように気をつけましょう。はい、そう、高速道路をね、歩いたりすると後ろからパトカーが来て乗るようにね、促されたりすると思うので、そういうことはお前ら絶対しないようにしましょう。で、結構ね、あっちのあの建物の駅舎だと思いますけど、なんかあの古風な外装ですね。とっても趣があります。はい、見てください。おしっこ色の花が咲いてます。はい、向かって正面、こっち方向が鳥取方面ですね。で、これ低画質カメラだからちょっと映りが悪いんですけど、右手に日本レンタカーの店舗がありますね。日本レンタカーの看板は濃厚な地盤屋色で、左手にはね、タイムズの看板がありますね。タイムズの看板は濃厚なおしっこ色です。はい、IT 豊岡って書いてあります。看板が地盤屋で、さっきの庶民の味方スーパー、佐藤とかが入っているね、このショッピングモールのことを IT 豊岡っていうみたいですね。バカでも読めるように豊岡はひらがなで書いてあります。はい、ということでね、今日は太陽ボーボー快晴の日の JR 豊岡駅前でした。お前らもね、豊岡に来ましょう。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボー。Boom, boom, 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 boom.